Hey guys, I'm Gok. 今日は撮影をちゃんとしていくならってことで、撮影機材を一式揃えてみました。ということで今日は新しく撮影環境が変わっていくので、購入した機材とかその他諸々の、付属している商品を紹介していこうかなと思います。まず買ったのがキヤノンの ATD を買いました。これは Vlog をやるときに撮影をしようかなと思っていて、あと大学でシネマを専攻してるので、映像を勉強するならある程度いいカメラを持ってたいなってことで ATD を購入しました。本当は 6D Mark II か、あと GH5 で迷ってたんですけど、さすがに大学生の僕じゃ買える値段じゃないなっていうことを知って、そこでちょっと値段を抑えてある程度動画を撮れる機材ということで、今回はキヤノンの ATD を購入することにしました。あとはそれに使うキヤノンの 10mm から 18mm のレンズを買いました。これはめちゃくちゃ広角ですよね。これはでもこうやってカメラを構える時にすごい自分がを撮るとなったらめちゃくちゃ近くなっちゃうので、普通のレンズだとなるべく広い視野を撮りたかったので、今回はこの 10mm から 18mm を購入しました。他のカメラはお父さんがキヤノンのカメラを持ってるんで、それのレンズを借りて他の撮影の時は使おうかなって思っています。あと一緒に買ったのが、そのやっぱり一眼のマイクってやっぱ写真撮る向けとかに作られているので、とりあえずのマイクっていう感じなので、今回はビデオマイクロを買って、これはそうですね、結構多くの Vlogger とかが使っていて、結構音質も良さそうだったので、今回はこれを試してみます。あとは僕の好きなケイシー・ナイスタットのスタイルということで、ゴリラポットがないと撮影は始まらないので、ゴリラポットっていうのはくねくねに曲がる三脚を買いました。あと写真と違ってビデオはめちゃくちゃ容量バッテリーを食うかなと思ったので、正規品ではないんですけどサードパーティー製の、バッテリーを2つ買いました。ということで今日はこの撮影機材の、設定とかをして、新しいこのカメラを使ってこの動画を変えるところまでやっていきたいなって思います。開けていきます。男のロマンじゃないですけど、こういう新しい機材開く時ってめちゃくちゃなんか興奮しますよね。お、でこれが今回はレンズキットじゃなくてボディだけを買って、あと別途レンズを購入する感じにしました。これからしばらく動画を撮っていくことになるであろうカメラです。今まではペンタックスの一眼レフを持っていたんですけど、動画撮影には向いていなくて、ずっと、写真撮影をしていたようだったので、今回はこれを購入しました。まず動画のオートフォーカスが効くこととか、あとバリアングル液晶って言って、こうやって自分を撮影するときに液晶を見ながら撮影できることであったりとか、あとは値段が安かったのでこれを購入することにしました。まずはこれを使い倒すぐらい使ってから他のカメラのことは考えようかなっていうふうに思っています。でこれがボディで、バッテリーと充電器が入ってます。それぞれの商品についてはいつかそれぞれの商品の説明をの動画でも撮れたらいいなと思ってるので、とりあえずは今日はセットということで、とりあえずボディにバッテリーとかを入れて、まずレンズをつけていきます。レンズはちょっとさっき開けちゃったので、もうこのレンズは 10mm、18mm で、しかもスタビライザーがついてるので、ある程度の手ブレを防止してくれるのかなって思っていて、で広角であるっていうことからこれを選びました。これが8万4000円ぐらい、秋葉原で購入して、これ Amazon で3万これ Amazon で3万なんぼって感じでした。でバッテリーを、つけました。バッテリーあんのかな。電源はまさかのバッテリーがないので 充電します。
で、こういうのってある程度バッテリーって充電されてるべきものなんじゃないですかね。わかんないですけどね。とりあえずの10分20分充電してきます。初のレンズをつけていくということで、感じ。基本のセットはこれで、あとは写真撮るときとか、あと遠くのものとかアップして撮りたいときとかに他のレンズをつけて使うことになると思うんですけど、基本のセットはこれに、あとマイクをつけてゴリラポットをつけて撮影をしていこうかなと思っています。結構アメリカじゃケイシースタイルって呼ばれるぐらいこの形は定番で、結構それに憧れてゴリラポットとかも購入したところがあるので、付属品のこれを今つけた状態なんですけど、これをつけてマイク端子に接続することでマイクは使えるようになります。ここでつけていきます。ここで閉まるんですね。閉めてマイクをつけて、これプラプラしないようにここに入るようになっているので、そこにちゃんとセットをし、でこれでマイクがつきました。で、あとはこの最後にこのゴリラポットを買ったので、ゴリラポットをつけて、ところでこれで基本の撮影はできることになります。いかついというかかっこいいですね。にやけてしまいますね。いやー、これで普通にこうやって撮影をしたりとか、あとはここを開いてこういう感じで撮影していくのかなと思います。ということで、まずはバッテリーを入れて、簡単な初期設定を終わらして、次のコマを変えるところで実際にこのカメラで撮影したところを見せれればいいなと思います。ということで、もろもろバッテリーを充電して設定をしてから戻ってきます。じゃあカメラが変わる時まで3、2、1。はい、ということで新しいカメラにしてみました。どうですかね、今ちょっと広角すぎるな今ちょっとほとんど初期設定のままで録音してるし、今ちょっとマイクが使えてるかどうかもわからない状態なので、どんな感じで撮れてるかわかんないんですけど、一応顔にフォーカスだけは合ってると思うので、これで一回パソコンで確認してみて、ちょっと少しずつ自分好みの色とかを出していけたらいいかなとは思ってるんですけど、そうですね、どんな感じに映ってんだろう、ちょっとパソコンで編集するのが楽しみなんですけど、とりあえずこれが一番最初の設定です。 iPhone より少し音と画質が良くなってればいいんですけど、じゃあちょっと一回パソコンで確認してから一回動画の続きを撮ります。ということで動画確認してきました。思ったより綺麗だし、音も普通に綺麗だったし、意外とこれからもっと設定とかもちゃんとして、なんか撮影方法とかもちゃんとこだわれば結構いい感じにはなるんじゃないかなって思います。なんかでもいいっすね、一眼で。まだ後ろとか全然ボケさせてはないんですけど、これでもっと単焦点で、F 値とかを下げたら結構背景もボケたままいい動画が撮れるんじゃないかなと思います。このまま持ち歩いても、こういう感じで顔のフォーカスを追ってくれるし、しかもこの今レンズにスタビライザーがついているので、こうやって歩きながらでも撮影はできるんじゃないかなと思います。とりあえずはこうやって今新しい動画環境にしたよっていう報告なんですけど、これからどんどんカメラ使っていって1ヶ月とか3ヶ月とか使って、なんかいい点とか悪い点とかも見えてくると思うので、そしたらそのレビューをしたいし、そのそれぞれ今三脚とマイクとレンズとボディについてのそれぞれについてのレビューもいつかはしたいので、とりあえずはこの今ある環境を使い倒してどんどん詳しくなっていこうかなって思っています。
そうですね、これから映像を勉強する身としては、まあ第一歩としてはちょうどいいぐらいの機会だったんじゃないですかね。もちろんでも iPhone も撮影には便利なのでこれからも使っていくし、もちろん。それこそ iPhone と三脚の組み合わせとかゴリラポットの組み合わせってめちゃくちゃ最強だと思っていて、これがあれば大抵のものは撮影できるので、軽く出かけたい時とか別にこれからも iPhone で撮影もするし、スタビライザーも使えるので。で、ちゃんと撮影したいなっていう時はこのカメラを持って撮影をしていこうかなと思っています。そうですね、ちょっと撮影のバリエーションも出せるし、いいんじゃないでしょうか。ということで今日の動画はこれぐらいにしたいなと思います。まだ、実は2本ぐらい編集中の動画があるので、まだまだスマホで撮った動画がこれから2本ぐらいは続くと思うんですけど、そっからはちょいちょい一眼で撮ったやつも、iPhone で撮った動画もいろいろアップしていけるんじゃないかと思います。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。ちょっと今、カメラ倒しそうで、これやるのがちょっと怖かったっていう。じゃあね。